皆さんこんにちは。ユニティ UI の最適化のヒントとコツへようこそ。今回はユニティの内蔵 UI システムということで、エディターのデモンストレーションを交えながらプレゼンテーションをしていきたいというふうに思います。アーティスト開発者がユニティ UI でよく直面する問題ということで、どういうところを探したら、あるいは最適化したらいいかという話をしていきます。アンディ・タッチと申します。ユニティテクノロジーズでプロダクトコンテントエヴァンジェリストの仕事をしています。非常に楽しい仕事で、主に3つのことをやっているんですけれども、まず1つ目は、デモやコンテンツを新しいユニティのフィーチャーツールを使って作っていくというもの。そして2つ目は、世界中を回って、東京もそうですけれども、開発者の皆さんにそのフィーチャーの使い方をお教えするということ。そして3つ目は、コミュニティの皆さんからいただいたフィードバックを研究開発のチームに伝えるという仕事です。今回初めて東京で講演をする機会をいただきまして、非常に嬉しいです。今日はユニティ UI のお話ができることを大変光栄に思います。ユニティ UI はユニティ 4.6 でリリースされました。何バージョンも前です。そしてこれは内蔵のソリューションということで、いろんなユーザーフェースを作れるようにということで作ったわけですけれども、フレキシブルで汎用的なものです。ユーザーがどんな UI セットアップでもコンセプトデザインに合わせて作れるようにということで作られてきました。そしてシステムの構造としては、これは親子型の構造になっています。キャンバスの親に対して個の UI エレメント、例えばイメージやテキストがくっついてくるというような、そういう仕組みです。さて、ユニティ UI のコンポーネントに関しては3つのカテゴリーに分けると思っています。まずビジュアルのコンポーネント、例えばテキスト、イメージのようにレンダリングされるものがあります。それからインタラクティブなコンポーネントということで、ボタンとかトグル、スライダーというのがあります。これを使って何かを選んだり、あるいはいろんな要素をキャンバス上でコントロールしたりすることができます。そしてレイアウトコンポーネントというのもありますけれども、これによってこの個要素を正しい順序に配置してやることができます。そしてそれぞれのカテゴリーをきちんと理解することによって、このユニティの UI を最適化できるということになります。つまりこういったもの、さまざまなところ、すべてに関連性があるわけです。理想的には自分の UI を最適化してくれるマイボタンがあれば良いと思うんですけれども、それを使って例えばレイアウト、あるいは最適化の問題にすぐに対応できたらいいと思うんですが、残念ながらそういったボタンは存在しません。欲しいというご要望をいただいたことはあります。でもご自分でいろいろ研究をして、デバッグをして、プロファイリングをして、問題の原因を突き止めて解決策を見つけなくてはいけません。そして先ほどお話しましたけれども、今日はユーザーの皆さんが Unity UI を使って直面するよくある問題について検討していきたいと思います。すべてではありません。すべての領域を対応しようとしますと、おそらく10時間ぐらいかかってしまうと思いますので、それはやりません。Unity を実際に使っていて、よくある問題について今日は主に取り上げていきたいと思います。さて、最適化においては UI というのは、これはやはりケースバイケースで作られます。そしていろんな変数が関わっています。そしてローエンドのモバイル、それからコンソール、ハイエンドの VR、 いろんなプラットフォームがあって、それぞれ目的が違います。そして 2D ゲーム、そして 3D ゲーム、そしてレーシングゲーム、 RPG、 それぞれ最適化の目的が違ってきます。今日お話をする内容は全般的な最適化のヒント、コツですけれども、でも基本的には UI システムをユニティできちんとビルドを作って、そしてどこが遅いのかということをきちんと突き止めるということが推奨されるやり方です。さて、 UI システムというのは、これはどこまでフレキシブルにするか、どこまでパフォーマンスを下げるかのバランスだと思っています。どんなフィーチャーでも、どんなエンジン、どんなフレームワークでも、これは同じです。そして一般的な目的に即したコンポーネント、あるいはプロパティを使うとパフォーマンスが下がってしまうということもあり得るわけです。
Unity UI をどのように使うかということを知るということは、これはこの2つの目的の間の微妙なバランスを取っていくということです。そしてきちんと知識があり、ちゃんとしたツールとフィーチャーを使えば、最適な形でフレキシブルな、そしてパフォーマンスの高い UI を作ることができます。そして場合によっては自分のワークフローやスクリプトを作ってワークアラウンドをしなければいけないということもあると思います。さて、今日は UI のバッチ処理について一つお話をしていきたいと思うんですけれども、これは Unity にはいろんなバッチ処理があります。スタティックとか、それからダイナミックなバッチがあります。で、 UI のバッチもそれと同じようなプロセスではあります。しかし UI のバッチ処理というのは、これはキャンバスが子どもの UI のエレメントをまとめてグラフィックパイプラインに渡してレンダリングをするということですので、スタティックバッチング、あるいはダイナミックバッチ処理とは違うルールが適用されます。そして多くのオブジェクトが同じようなバリューやプロパティを持ったものを一つで一緒に描画をしましょうということです。それによって処理を早くしていこうということなんですけれども、 UI というのは、これはさまざまなエレメント、テキスト、そしてイメージを使っています。ということは、たくさんのオブジェクトが描画されなくてはいけません。バッチ処理の仕組みが分かっていて、どういうふうにそれを組み合わせればいいかということが分かれば、パフォーマンスを大きく改善できます。 UI のバッチ処理に関しては、ここに書いてあるようなルールがあります。まず一番大事なルール、それは何かというと、同じキャンバス上に2つのエレメントがある。 Unity UI で2つのキャンバスがあれば、それぞれ別々にバッチに処理されます。そして2つのエレメントが同じマテリアルを共有している場合、これもバッチが発生します。そして2つの UI が違うマテリアルシェードを使っている場合には、一緒にバッチングはされません。それからもう1つ重要なのはスプライトアセットです。2つの別のスプライトアセットがあるのであれば、それは個別にバッチ処理されます。というのは、参照がそれぞれ違うからです。そしてレクトトランスフォームが同一平面上にあるということ、例えば UI エレメントが100という深度にあって、そしてもう一つ0のところの深度にエレメントがあるという場合には、同じマテリアルスプライトを使っていたとしても、一緒にバッチ処理はされません。別々になってしまいます。これはよく私も見るんですけれども、マスキングがよく使われるゲームというのがありまして、おそらく皆さんもよく使っていると思いますけれども、エレメントがマスクされている場合には、バッチが別々になって、描画も別々になります。こういったルールをきちんと認識していて、どういう時にこのルールを破ったらいいのか、あるいはどういうワークアラウンドをすれば破らなくて済むのかということを知っておくことが大事です。さて、Unity UI の課題を特定する、問題を特定するためには、フレームデバッガーとそれから UI プロファイラーというこの2つのビルドインツールが使われます。フレームデバッガーは Unity 5.0 でリリースされました。そしてゲームビューのバッチを細かく内訳を見せてくれます。ライティングシャドウにも使われています。 UI だけではありません。そして非常にビジュアルな形でゲームビューのレンダリングのやり方が分かります。 UI プロファイラーは全く新しいフィーチャーで、Unity の 2017.1 で出ました。これはプロファイラーをさらに拡張したもので、これを使って UI の描画のされ方が分かって最適化ができるというものです。それでは Unity の方に切り替えて、今申し上げた2つのフィーチャーを詳しく見ていきましょう。まずこれは Unity2017.1 のベータビルドです。これは今すぐお手元でダウンロードしていただけます。さて、サンプルのキャンバスを作りました。そんなに複雑なものではありません。でも、バッチ処理のルールをあえてこのキャンバスで破ってみましたので、どこでそれが破られていて、どういうふうに直せるかをこれから見せたいと思います。まずプレイをクリックします。そうすると UI、 比較的スタティックな UI が出てきます。もちろん Unity ちゃんも登場します。そしていくつかのエレメントがあります。例えばこのボタンのところはホバリングをしてクリックできますし、それからパワースライダーもあります。またこちら非常に大きなスクローリングができるような区形があるんですけれども、多分1200ぐらいのエレメントがここに入っているかと思います。よくあるパターンです。それからフレームレートカウントが右下の方にありますので、フレームレートが表示されます。最適化するとここがどんどん良くなっていきます。今60フレームぐらいのところですね。そして
このリストをスクロールしていくと、ドロップダウンしていくのが分かります。26、13まで下がったこともあるんですけれども、ご覧のようにフレームレートどんどん遅くなってしまいます。よくありません。これはミッドレンジのミッド2013の Mac ですので、トップエンドのデバイスではないですけれども、Android とか、それから iPhone とかローエンドのデバイスでスクロールをしようとすると、パフォーマンスが悪くなるということは容易に想像できます。さて、一つここで見たいのは、このスタッドのウィンドウです。バッチカウントがここにあるんですけれども、39になってますね。そして、このセーフ・ワイ・バッチングのところはゼロになっています。バッチ処理をやっていて、スタティック・ダイナミック・ UI バッチ処理、どれでもいいんですけれども、ここの数字が上がっていきます。セーフ・ワイ・バッチのところです。あるいは下がっていきます。ということで、ここを見れば UI のバッチ処理の様子が分かるわけです。ゲームのエレメントがどういうふうにバッチ処理されているかがこの数字で分かります。さて、フレームデバッガーに行きたいと思います。そしてここをオンにします。そうすると、シーンが一旦停止します。そして、このように、一つずつ個別のエレメントがバッチ処理されているものが分かります。例えば、バックグラウンドのエレメントに関しては、これ描画されていて、そしてこのラインのバックグラウンドが次に描画されて、次がこれ、次がこれ、次がこれということで、順番に見ていくことができるわけです。個別のアイコンに関しても、個別に描画されているということが分かります。これはちょっとおかしいですよね。もちろんバッチングできるわけです。それからインベントリーアイテム、これ何百もあるんですけれども、それも個別で。で最終的には全体のコンポジションの UI が出来上がるわけですけれども、個別フレーム、コマごとを選んで、情報もここにありますので、なぜこれをバッチングするのかしないのかということを決めることもできます。で一方、プロファイラーに切り替えると、ちょっとそちらをまず有効にします。プロファイラーに切り替えて継続をすると、CPU の利用に関して、これはもうすでにユニティに入っているんですけれども、見ることができます。ドロップダウンを見ると、新しいプロファイルモジュールということで、UI、UI の詳細、これが出てきます。UI、それから UI の詳細、ディテールというところを見ると、UI が2つの色、レイアウトとレンダーということで、色分けされていることが分かると思います。これは両方見てください。重要なものです。よくあるのはレイヤーの方がレンダーよりも時間がかかるんですけれども、でもいろいろな変更をかけるとレンダリングの方が、その CPU をより食うということで時間がかかったりすることもあります。で一方、このスクロールをさらにしていきますと X ですが、ご覧の通り今きれいな山並みと私は呼んでるんですけれども、山脈ができました。でこのポイントでプロファイラーを止めると 4.6 秒、このテキストおよびイメージのスクローリングリストの描画だけにこれだけかかっていることが分かります。で、なぜここでパフォーマンス上の問題が起きているのかということが非常にはっきり分かるわけです。UI プロファイラーでもう一つ理解することができるのは、今プレイされているキャンバス、それぞれ分かります。キャンバススタッドがあって、FPS、これはフレームレートを表示しているキャンバスがあります。で、キャンバススタート、これを開けるとバッチカウントが出てきて、これを一つ一つステップごとに見ていくことができます。ゲームビューを変えなくても、そしてその都度描画しなくても、言ってみれば簡単なデバッガーができて、それぞれのバッチごと、その順番でこのように表示させることができるというわけです。お分かりになるでしょうか。これが一つ一つそれぞれバッチになっていて、ステップごとに視覚的に見ることができます。UI というのは全部白、全部黒のイメージだと見えにくいことがあります。なのでこのプレビューの時にはブラックの背景に例えば白のエレメント、例えばテキストであるとかイメージ、それだけをこのように表示させてみるということもできます。で2つのこの UI プロファイラーの中の2つのエレメントで一番気に入っているのが、このバッジが破られている理由というのが、先ほどバッジのルールというのを示しました。でそれが UI プロファイラーの中に現れているんですけれども、それぞれのバッジ、なぜ前のバッジにバッジされないのか、これを
示しています。例えばテキスターが違う、マテリアルインスタンスが違っているわけです。マテリアルは一緒にしなければいけない、そうで、あるいはこのレクトンに関してもそれぞれ違っていると別々のバッジになると言いました。それからゲームオブジェクトのカウントレプレゼンテーション、つまりそのバッジにいくつのものが入っているのかということも見ることができます。それからバッジをダブルクリックして、そのヒエラルキーのバッジ、それからシーンビューなんですけれども、こちらのものを全部見るということができます。それをすると正確にバッジの中に何が入っているのかという、いっているのかが分かって、それに合わせて調節をするということが可能になるわけです。今ご覧の通り、このバッジカウントをステップごとにやっていくと、イメージごとにそれぞれ別々のバッジになっているということがはっきり分かります。で、これを直したい場合には、このスプライトアナリシスというのを使うことができます。このスプライトアトラスアセットというのは、キーノートでラスが話をしていた 2017.1 に出てきた新しいフィーチャーです。たくさんのスプライト、たくさんのテクスチャーを一つのアトラスにまとめることができるものです。イニッターの中にはもちろんスプライトパッキングという機能があります。で、考えてみれば、このユニティの中でアトラスを作るというのはスプライトパッカーの進化版であるというふうに考えていただければと思います。 2D のスプライト、 UI のスプライトというのは同じインプットの考え方なので、それをスプライトとしてパックすることができます。再びユニティに切り替えて戻ると、今度はアセットフォルダーまで来ると、たくさんの UI スプライトがアセットという形で出ているのが分かると思います。これがフォルダーということで、ユニティチャンアバターであるとか UI バックグラウンドであるとか、それぞれ異なった場所に入っていることが分かります。アーティストに対してこれを一つにまとめてほしいというふうに頼むこともできるのかもしれませんが、それは間違ったやり方で、アセットウィンドウの方からスプライトアトラス、これはこのユニティ 2017.1 ですけれども、これを選んで、例えばここではこういう名前をつけて、ユニティチャンアトラスという名前にして、それができれば、どういうような内容を入れてアトラスを作りたいかというのを決めることができます。まだまだたくさんお話ししたいことがあるので、簡単なことだけしかやらないつもりですけれども、パケットでこのドラッグ&ホールドをやって、このスロットに入れて一つにパッキングすることができます。ドラッグして UI バックグラウンドスプライスすべてとか、UI スプライト全部とか、それからユニティチャンアバターとか、そういうものを全部入れて、これを一つのパックにすることができる。そうするとこういったさまざまな要素のアトラスというものが出来上がって、それを視覚的に表示してくれることが分かります。で、アトラスをパッキングしたら追加の設定が可能です。例えば場合によっては、例えば回転であるとかタイトパックしたくないこともあるかもしれない。 UI 要素というのが他の UI要素、描画されているものと紐付けられていることもあって、その場合にはこのディスエーブル、また複数のユニティエクスポートユニットが入っている場合には、要請が iOS は違うし、 Android はまた別だし、通常 そのテキストのインポートとは違っているというような場合には、それを示す、これは それがうまくいくということを示しているものです。で、クリックをもう一度パッキングプレビューにします。その設定に応じた、自動的にこういうようなアトラスの設定にできるわけです。で、アセットをたくさん作ればスクリプトでこの指示することもできるし、たくさんのアトラスというのから切り替えることもできるので、かなり動的なシステムにすることができます。ここでプレイをクリックするとお気づきでしょうか、バッジが14に減りました。たくさんのスプライトというのが同じスプライトアセットで参照されているとか紐づいているということがあるので、先ほどのそのルールに同じスプライトアセットを共有しているというようなルール、これを破ることになって、それで、あるいはそれにかなうことになってバッチになるとか、それができているわけです。 UI プロファイラーに基づいて UI ディテール、詳細、ここでバッチであるとか焦点が出てくるわけですが、他にどういった領域最適化が可能かというのを探します。最初のバッチ見ると、この小さなプレビューの中でかなりのスプライトが一つの
バッチに、UI の構成の中でかなりのものが一つにまとめられていることが分かります。でこの丸なんですけれども、これが他の要素とはまだバッチされていないアトラスの他の要素ということになります。それからテキストもあります。テキストのレンダリングはちょっと違っていて、他の参照があるので、これはまた後でお話ししますけれども、このとここでは一緒にアトラスということでまとめられていない他のエレメントというのを探してみたいと思います。これはパネルで、それ自体独自のバッチになっているんですが、ご覧の通りアトラスの中には入っているということは、バッチが破られている何らかの理由があるわけです。同じバッチであったとしても、バッチが破られる何か他の理由、他の設定がある。何が問題なのかをこのユニティは教えてくれます。マテリアルインスタンスがあるわけです。ここをダブルクリックすると、ご覧の通りカスタムマテリアルというのが入っている。これはもちろん使っていただいていいんですけれども、すべての UI、デフォルト の, そのマテリアルとシェーダーというのが指定されていて、それとは違うものをここでは使っていましたという話です。必要がないのでこれをクリックして外すと、ご覧の通り UI プロファイラーの方でこの見ることができて、バッチを一つ一つステップごとにどのように最適化できるかをやることができるわけです。なのでこの14から今度は12にバッチの数が減りました。次に別のエレメント、どれだったか覚えてるでしょうか。探すと、そうですね、ユニティちゃんマスク見てください。ユニティちゃんは今 UI システムによってマスキングされている状況になっています。つまりこのイメージがマスキングされています。で UI ルールの一つに別のこのエレメントで、このマスクの上にユニティちゃんがこの場合には載っている理由はないので、私のここでの推奨としては、エレメントをあらかじめそのマスキングして、フォトショップで切り出して必要なところだけマスキングする。例えばインベントリースクローラーのところだけにするというような、これもすでにセットアップしておいたので、アトラスの一部としてこのようにすれば、同じバッジの一部とすることができます。それをやるので、もう一度プレイするとバッジが減る。もう一つ見ることができるのが、2つの UI エレメントが異なるデプスにあるということになると、バッジが破られてしまう。UI は確かに 2D なんですけれども、 3D バージョンに行きまして、それぞれのエレメントがどの深度に入っているのかということを見ることができます。アーティスト、つまり私なんですけれども、一つだけ別の深度のところに置いているものがあって、だからこそこうバッチが破られていることが分かります。プロファイラーで一段階ごとに見ていくと、このようにプレビューで見ることができるんですが、これが怪しいですね。バッチのルールが破られている、これはレクトトランスフォームの値ですね。ここのところでバッチがルールが破られているところなので、そこを詳しく見てみます。これのところを見て、この振動を0に再設定すると、ご覧のようにバッチの数が6に減りました。もともと39とか40あったものが6まで減ってきたわけです。これはアセットを作ったり、それからいくつかの不必要なエレメントをオフにするだけで、ここまで大きく改善できました。でスクロールレクトに関してはまだかなり CPU を食っているので、この後詳しく見ていきたいと思います。UI シェーダーも最適化ができる対象です。デバイスはどんどん良くなっているので、最近はそれほど心配がなくなってきています。ビジュアル UI のエレメントということでは、これはテキストもそれからイメージもそうなんですけれども、 UI デフォルトシェーダーを使っています。そしてこれを使ってマスク、クリッピング、バーテックス、カラーリング、いろんな機能をサポートしているわけなんですが、で気づかない人が多いんですけれども、この内蔵のユニティのシェーダーソースコードというのはアーカイブページに行くと全部あります。ダウンロードしてカスタマイズして、そして自分でいろいろ微調整ができるようなコードがそこに全部あります。なのですでに作られているシェーダーを持ってきて少し変えてみるとか、あるいは不必要な
CPU を食うプロセスを外すということで最適化をすることもできます。例えば、UI シェーダーを使っているものに関してはデフォルトでマスクになっているんですけれども、ここのエレメントだけ、スクロールリストに入っているエレメントだけがきちんとマスキングされている状態です。次のキャンバスですが、それぞれのエレメント要素を見ていくと、例えばファストマテリアル、これはファストシェーダーのものですね。これでマスキングを外していくんですが、これを使えば UI エレメントにマスキングをしなくても済むということになります。ただ問題がありまして、スクロールレクトでスクロールをしていくと、エレメントが半分にクリップされてしまうということ。例えばここですね、上のところを見てください。マスキングエリアを離れるときに、本当はここのゴールダックスのエレメントは半分に見えなきゃいけないんですけども、そうなってないということがあります。でもこれはいいんです。インベントリーのエレメントを別のマテリアルにしてしまえばいい。マスクされているので全員しても別のバッチになるわけですから、ランタイムとしては今6回のバッチ、あるいは6個のエレメントが描画される状態に今なっています。そしてテキストのアイコンというのはマスクされていて別のバッチの扱いになっているので、インベントリーシステムのところをここから選べます。プレハブですね。そしてマテリアルを外して、ビルトインのマテリアル、カスタムではなくてビルトインのマテリアルに切り替えます。失礼、初心者的なミスをやってしまいました。アプライを押すのを忘れていました。はい、これでまたバッチが減りましたが、ちゃんと2つの違うマテリアルが使えていて、そしてマスキングもできています。なので不思議なことにバッチの回数は減っているんだけれども、2つの異なるマテリアルが使えているという状態です。まだお話ししてないところ、テキストを次に見ていきましょう。ユニティのテキストというのは、これはラスタライズグリフを UI で使っているんですが、最近何をやったかというと、テキストメッシュプロというものを買収しました。これはアセットストアのアセットです。テキストメッシュプロというのはカスタマイゼーション、レンダリングができる非常に高度なシステムです。より最適化されたレートでテキストの描画ができます。このテクノロジーを買収したのが今年の2月 GDC の直前です。そして現在ダウンロード可能です。ですのでテキストメッシュプロは無料でダウンロードしてゲームで使うことができます。それではユニティに戻りましょう。レジェンドオブザプリファブというテキストがありますけれども、ここを拡大して見ていくと、ご覧のようにラスタライズされたグリフなのでかなりぼやけてしまうんです。ワイヤフレームに切り替えます。そうすると UI のワイヤフレームの形が見えるんですけれども、同じ文字、例えば L という文字を何回も何回も何回も同じところに書いているのが分かります。で、オーバードローに切り替えて見てみるとお分かりですよね。エレメントがこのように重複していってヒートゾーンになってしまっている。フィルレートが非常に高い、不必要な回数描画されているということです。ここのテキストエレメントかなりオレンジ色になっています。これは状態としては悪いです。原因は何か。ワイヤフレームカウント非常に高いですね。そしてヒートマップ、オーバードローのところのヒートマップも非常に悪い状態です。なぜかというと、この文字のアウトライン、それから影、シャドウのところなんです。テキストを選んでアウトライン、それからシャドウのコンポーネントを確認していきます。私もユニティに入って数年になりますけれども、UI 中にこういったものを皆さん使ってらっしゃるんですが、何回も何回も同じエレメントを描画してしまっているということがあります。ランタイムですとテキストエレメントがすべてこういった状態になっているので、トライアングルとしては4000、そしてバーティシスとしては1万といったような数字になってしまっています。テキストメッシュプロを使うと、これインポートすると新しいこのテキストメッシュプロのテキストのオプションがメニューに載るんですけれども、これを使います。
さて、お気づきでしょうか。以前よりもオプションが増えました。そしてテキストのレンダリングの方法も違います。ノーマルの状態に戻してみましょう。テキストメッシュプロというのは、シェーダーのマテリアルに依存しています。オプションとして見てみると、例えば、フェイスのテクスチャー、そしてフット文字にするかどうか、アンダーレイ、そしてライティング、いろんなオプションがあります。そして拡大をしていくと、見てください、エッジがぼやけません。Unity UI のテキストの場合には、ぼやけてしまいます。ご覧の通りです。なので、テキストエレメントをうまく使って、シャドウとかアウトラインとか、あるいはライティングを施して、そして全くパフォーマンスには影響がないということです。ディスタンスフィールドレンダリングで処理するからです。例えば、文字の太さを変えてみたり、太くしたり細くしたりすることができます。それからアウトラインを設定することもできます。ハロー東京という文字のアウトラインをつけてみました。それからアンダーレイという影もつけられます。かなりシャープな影をつけることもできるし、柔らかいソフトな影にすることもできます。それからベベルをつけることもできるし、ライティングを施すこともできます。そしてこれちょっとかっこいいなと私も思うんですけど、光らせることもできるんですね。テキストメッシュプロを使うことによって非常に高度なビルトインテキストを使うことができるようになりました。ワイヤフレームモードでもう一度見てみます。見てください、一文字ずつ別々に描画されています。同じイメージを何度も描画するのではなくって、キャラクターグリフのエッジからの距離というのが計算されて、それが考慮に入れられているので、こういったワイヤフレームになっています。オーバードローに切り替えてみてみます。もうほとんど見えない状況です。オーバーラップとか、それから再レンダリングがほとんど起きていない状況です。比較をしてみてください。テキストとしてもずっと考慮ですし、ずっと綺麗に見えます。シャープなエッジ、そしてずっと綺麗に見えると思います。では一旦ここを消して、 Unity UI のテキストが使われているパネルに戻って見てみたいと思います。ランタイムではトライアングルが4000、そして頂点が1万ぐらいありました。これをテキストメッシュプロのバージョンに切り替えると、大きな違いがすぐに分かります。見てください、1800とそれから3600です。そして UI もすべて先ほどよりずっとシャープになりました。ズームインしてもどれだけ拡大をしてもシャープなままです。テキストとテキストメッシュプロを並べてみると大きな違いが分かります。それからもう一つ、テキストスタイル、あるいはフォントアセットを作成するということもできます。フォントアセットの使うマテリアルというのがあるので、例えばマテリアルスタイルを作ったり、CSS と同じですね。それをいろんなものに流用できるんです。例えば、このテキストヘダーと、それからこちらのテキストのマテリアルは同じです。それからこちらのテキストのマテリアルも同じです。ということで、同じマテリアルを何度も何度も流用することができる。ということは、UI にとっては、これはバッチをしてよいというサインになりますので、テキストエレメントをそれぞれ個別にバッチ処理するのではなくて、マテリアルの参照が同じですねということで、一緒にバッチ処理をしてくれます。UI プロファイラーで見てみましょう。開くとこんな感じです。デバッグということで見ていくと、小さいウィンドウがあって、スプライトが全部ここにあります。それから、ちょっと切り替えますね。デタッチするとよく分かるんですが、ヘッダーのエレメントに関しては、全部同じバッジで描画されているのが分かります。そして、先ほどよりもずっときれいにバッジ処理がまとまっているということが分かるかと思います。
ということで、テキストメッシュプロ、これを取得しました。ユニティにも組み入れてあります。どのように今後展開していくのかということに関しては計画はもうあって、もうすでに今ダウンロードできるということです。まあ、今このお部屋の中で皆さん次々ダウンロードしてらっしゃるんじゃないでしょうか。もう一つ理解しておくべき重要な領域にリビルドのプロセスがあります。これは、ビジュアルグラフィック要素のレイアウトとメッシュを再計算するときに発生するものです。 UI エレメント、例えば、垂直水平グループというようなレイアウトグループの一部である UI エレメントが変更された場合にダーティーに、それから UI 要素のグラフィックスが変わるということになると、例えばテキストでマテリアルが変わる、それもやはりダーティーに設定されます。 UI エレメントがダーティーに設定されるとリビルドプロセスに送られて、そちらの方でこのエレメントを再計算、計算し直すわけです。例えばマテリアルによってエレメントが描画されてマテリアルが変わると、それがダーティーというふうにマークされて、ということは再描画されなければならないということです。皆さんプロファイラーを使われると思います。そうするとキャンバス .send will render canvas、 これを使われる。これはプロセス時間と関係がある。これはまさにこのリビルドが行われているということです。もちろん他の機能も同時に行われているんですけれども、でより多くのリビルドというか UI 要素のリビルドが必要なであればあるほど CPU は加われるということになるので、できるだけそれを減らしたい、つまり再描画を減らしたいということになります。例としては例えばマテリアルシェーダー、例えばキャンバスルートコンポーネントを使ってアルファを設定するということになるとリビルドが発生します。グラフィカル、そのカメラの子というのが何らかの形で全部再計算されるということになるので、一つの解決法としてはマテリアルに切り替えてそこでアルファを設定するというような、迂回するというかバイパスする方法はいくつもあるというふうに思います。でこういったプロセスを理解していただくためにもちろんドキュメントもあるんですが、ソースコード、これもダウンロードできるように皆さんが使えるようになっています。で、Unity Technologies ビットバケットというところに入っていて、そこを見ていただいて修正をしたり確認をしていただいたりできます。であえてこれを出しているのはこういうものがあるということを知らない人が非常に多いということに気がついたからで、これを実際に使っていただくことができるのでぜひご検討ください。これがビットパケットのページ、そのソースのところに3つのセクションがあることが分かります。エディター .ui、エンジン .ui、それからエンジン -editor。Unity Engine.ui、ここが一番時間を使って勉強していただきたいところです。UI フォルダの中を開けますと、コアセクションがあって、コンポーネント、プロセスということで、UI システムに関連があるものが全部出ています。C シャープで書かれています。で、キャンバスコンポーネント、これに対する参照があります。で、これはネイティブで、コンポーネントということで Unity にビルトインされている。それからもう一つがレックトランスフォームというのがあるんですが、それ以外に関しては全部ここに入っていると思います。グラフィックパス、これはこの後ちょっと話しますが、マスキングのインプットフィールドもあります。こういったパス見ていくことによりまして UI についてより理解することができる、何がいつ起きているのかというのを解明していただくことができると思います。もう一度スライドに戻ります。それではグラフィックス .cs を見ていただきたいと思います。ビジュアルエレメントであれば、例えばテキストでもイメージでも、イメージでもみんな使うものです。とても興味深いファンクションがありまして、この寸法が変わるときです。グラフィックスエレメントレックトランスフォームが変わったとき、例えばアニメーションのときもそうですし、それから大きさを変えるとレックトランスフォームを変えるとか、そういう、いろいろな時にこれが起きます。そうするとこのクラスの中で関数セットバディスダーティー、それからセットレイアウトダーティーというような関数があることが分かります。もう一つグラフィックス .cs、 あるいはグラフィッククラスと言ってもいいんですけれども、このビフォートランスフェー
レントチェンジとオントランスフォーペアレントチェンジとかあります。例えば親のレッグ、ね、トランスフォームがあって、その中に一線の全部イメージであるような子があったとすると、それ親を動かすということになるとかなり大変です。子が例えば親を動かすのではなくて、例えばレッグトランスフォームを子が使っているのかどうかというのを確認するのがあるといいということになるわけですが、全部をダーティーに設定するということができるというのが興味深いです。全部セットオールダーティーと、これで3つのファンクションがトリガーされます。セットレイアウトダーティー、セットバーティシスダーティー、セットマテリアルダーティーです。それぞれ、これでお分かりになるでしょうか。そのそれぞれ、ご覧の通り、それぞれのプロセスがトリガーされます。例えば、見えますか、セットレイアウトダーティーのところに、ビルダードットマークで、その一部がレックとトランスフォーム、それからセットバーティスダーティーということで、これもソースコースで見ることができるクラスがその下に入っています。そしてグラフィックスリビルドのための部分がある、それからセットマテリアスダーティーも全く同じ構成になっています。なのでソースコースをコードを見ることによって、こういったエレメントがあってリビルドを起こすとかレイアウトが変わってしまう、まあ、原因になっているということを確認することができるわけです。UI ソースコードの中にはこういったスクリプトがたくさん入っているので、私自身これをずっと時間をかけて読んだりしています。そこまで見なくてもいいんだと思いますが、時には何がいつ起きているのかというのを確認しておくのも役に立つと思います。レイアウトコンポーネント、これも学習するいいものです。バーティカル、ホリゾンタル、グリッド、レイアウト、いろいろなレイヤーコンポーネントが様々にあります。これはとても UI を構成するにあたって役に立つものです。 UI エレメントを順番にするとか、あるいはグリッドに置くとか、通常であれならばたくさんのコードを書かなければいけないところ、いろんなことを代わりにやってくれます。親子構造になっているエレメントの場合に、この方がレイアウトを決めるわけですが、先ほど見た通り、このグラフィックスクラスのところ、親のトランスフォームが変わると、そうすると全部がダーティーに設定されて、それがリビルドというマーキングを受けることになります。関連があるレッグトランスフォームがあった場合にはダーティーに設定されると覚えておいた方がいいと。そういうことダーティーになるとリビルドプロセスに付け加わってしまいます。これを知らない人も多い。私も人に教えられて分かったんですけれども、このレイアウトグリッドクラスの一部にスクロールレクトも実は入っていました。でこのレイアウトグリッドパッドの中にこの通りエネイブルセットダーティーになっていて、これがリビルドにマーキングされています。でアプライアニメーション、例えばレイアウトコンポーネントを使うようなもの、これをアニメーションさせてしまうとダーティーに設定されるということになります。オンレックトランスフォームダイメンションズチェンジ、これでダーティーに設定されて、オントランスフォームチルドレンチェンジと、つまり親がダーティーに設定されて、子がこのダーティーに設定されて、他のたくさんのものがダーティーに設定される可能性があるということです。それがこの全オールこういったダーティーに設定されるものに関しては全部リビルトに対象になるということです。皆さんがよく使うコンポーネントに関しては、このあたりに関して勉強しておいて、本当にリビルトが必要かどうかということを考えてください。レイアウトコンポーネント、一番最初のところでこの汎用性とそれからパフォーマンスというのはこのバランス状態になっているんだという話をしました。でこのその中でこのプロセス、どうしても自分で作った方がいい場合もあると思うんですが、どうすればそういった問題をこの克服することができるのかという可能性がいくつか提案があります。例えば本当に必要な時だけ有効にして、いらない時にはこのレイアウトというのは解除するというようなこと、このエレメントがどういうふうになるのかというのがわからないので、その場合にはエレメントを
ディセイブルにする、スクロールするときにその都度リブルトのマークがかからないようにする、それからこの要素の数を減らす、つまりリピートされないようにするということです。そのことによって、まあ、そのこの UI エレメントをこれをまとめてしまえばそれを減らすことができる。それから皆さん独自のレイアウトマネージャースクリプトを書く、そしてそのことによってレイアウトのアップデートをいつにするのかというコントロールができるということです。エレメントをこの順番に並べるというふうに決まっているわけですけれども、そのことによって皆さん自分の独自のものを書くことができます。もちろんコードの数は増えるわけですけれども、いつレイアウトがアップデートされるかということをコントロールすることができます。それからオブジェクトプールスクロールリストを使う、先ほどまでのスクロールのところでは1000以上の UI エレメントが入っていました。ただ画面上見えるのはいくつでしょうか。10ぐらいでしょうか。12ですね。12要素が見えます、スクリーン上では。そうです。ということになると、このそれ以外の1000ぐらいでしょうか、これを11描画する必要はないわけです。なので UI ボックス用だけの描画にして、そしてスクロールをすると一番上のエレメントありますよね。これがリシャッフルされて一番下に行くと、つまり1000の要素を作るするのではなくて、エレメントを減らしてコンベヤベルトのようにぐるぐる回るというか、コンベヤベルトとしか言いようがないですけれど、そのようにさせてしまうことができます。そうするともちろんコード数は増えるんですけれども、スクロールということで例えばフレン、モバイルにローディングするフェイスブックだというような場合ですと、これどうしてもやらなければならないということになるかもしれません。もう一つのリビルドプロセスの一部としてピクセルパーフェクト、ユニティ UI を使ったことがある人であればこれをエネイブル多分していると思います。これがボックスということで全てのキャンバスにも当てはまります。ピクセルパーフェクトはいいところと悪いところがあります。レックトランスフォームが動くと正確なピクセルのエッジにスナップしてくれるんですけれども、そうするとピクセルパーフェクトビジュアルが得られるというメリットがあります。例えば近似を使わないでとっても綺麗なシャープなものを作りたいという場合にはピクセルパーフェクトがいい。ただこれに関してはこの要素がたくさん動いている場合には CPU がかかりすぎます。なので動かないものにとてもいい。なぜかというと動くものに関してピクセルパーフェクトを使ってしまいますと、それぞれ毎回ぴったりのところに動かなければならないからです。もう一度ユニティに戻ってこのバーにズームインしてみたいと思います。このバー気がつくと思いますが、動かしてやるとレックトランスフォーム、これがそれぞれのピクセルに対してスナップしています。赤のバーの方が分かるかもしれません。それぞれのピクセルにどうぴったり動こうかというか、キャンバス上のどのピクセルにぴったり合おうかということで、この動いていることが分かります。でこのスクロールの方を動かしてやると、スクロールされているこのエレメントというのはリビルドレイヤーということで、そのこのエレメントもそうなっていて、その都度レックトランスフォームをこのピクチャーパーフェクトというのはピクセルパーフェクトを動かしているわけです。ことになる。でオフにすれば、簡単にこれを避けることができますが、もちろん UI ビジュアルいいものにしたいということになるとこれをオフにしたい。ただ UI というのはアニメとイン、アウトとかなり動く可能性があります。冒頭で言った通り、何を達成しようと思っているかによってその都度これは考える必要があると思います。この UI パネルの場合には動いている部分、要素は限られています。一つはバー、これは値が変わるに従って変わります。それからこのボタン、これはアニメーションで変わります。それから3つ目がこのスクローラーということで、これが一番この性能にあるいはパフォーマンスに悪影響を与えている部分です。そこで何がやれるかというと、ストップキャンパスというこの機能を使うことができます。
一枚早く進みすぎました。多くの人たちがユニティアニメーターをUI やボタンやトランジション用に使っています。グラフィックスクラスの中を見ていただきますと、オンリットアプライアニメーションプロパティという関数があることが分かります。あるエレメントでグラフィックスコンポーネントが入っているイメージやテキストというようなもの、その場合にはこのセットオールダーティという設定を使って、そしてこれを全部ダーティーにしてしまう。ただユニティのアニメーションシステムを UI に使うということになると、これを使ってプロファイルし、動いているエレメントがセットオールダーティーをあまりにも多くトリガーして、その結果リビルドがトリガーされすぎるということを避けたいということになると思います。その時に一番使えるのがサブキャンバスを使うということです。知らない人が多いんですけれども、サブキャンバスの中に別のキャンバスの子を全部入れてしまうことができます。キャンバスの下に子キャンバスのサブキャンバスを使う。そうすればキャンバスリビルドを隔離というか切り離すことができるんです。キャンバスレジスタリークラスがリビルドをトリガーしている、レイアウトリビルダーもそうです。でもそのキャンバスについてだけリビルドになる、一つの大きなキャンバスにするのではなくて、つまりそういうことは多いと思うんですけれども、 UI ゲームの中でいくつかのサブキャンバスに分けてしまった方が絶対にいいと思います。それをやるとそれぞれのキャンバスの設定ができる。一部のキャンバスに関してはピクセルパーフェクトを使って、あんまり動かない場合にはそれを使う。で実際によく動くものに関してはそれ以外に分けておくと。でこういうコバッチ、必要な時だけにリビルドになります。大きなキャンバス一つではなくて、3つ4つのサブキャンバスでそれぞれ異なったものを入れておくということをやれば、そういう差を持つことができます。そしてサブキャンバスによってその子要素が何かということを見ることもできます。UI だけがそうだということではないですけれども、さてヒントとコツというテーマですので、スクロールリストをサブキャンバス化して、そうするとパフォーマンスがずっと上がるという例をちょっとお見せしたいと思います。今バッチ数は6、これで全部のイメージ、それからマスキングされたもの、マスクによって別のバッチになるので、これをまとめた。スクロールをするとフレームレートが24ぐらいに下がるというのが大体わかると思います。そこで一つやれるのは、プレイモードに今入っているんですが、親のスクロールレッグのオブジェクト、つまりこれ全部を持っている親、そこにキャンバスコンポーネントを入れて作って、ピクセルパーフェクトを継承しないということもできます。で親の方に関してはこれが有効になっているけれども、それを継承しないことができる。あるいはもちろんキャンバス全体でピクセルパーフェクトを無効化するということももちろんできますが、でリストとやり取りをし、掴んで写したりしているので、どのようなキャンバスでも作った場合にはこのトップするキャンバスということでデフォルトになっていて、サブキャンバスの中から選ぶことができます。で2つのコンポーネントになりました。で1つのオプションを変えた。スクロールリストがこのようになりました。そうですね、こういうふうにやっても先ほどは24ぐらいにまでフレームレートが下がったんですけれども、1フレームレートぐらいしか犠牲になりません。サブキャンバスを1つ加えただけでこれだけ良くなりました。パフォーマンスがずっと向上したというのが分かると思います。ただ悪い点も実はあって、これをやると、UI プロファイラーを見てみると、ご覧の通り前は6だったのが9に上がってしまっていると。これはなぜかというと、追加のレンダリングしなければならない
キャンバスが出てきた。で、2つのビジュアルは同一のキャンバス上にあればバッチになれるんです。でもキャンバスがあってサブキャンバスがあってということになりました。そしてインベントリーリストも別のキャンバスということになります。で、キャンバス上の要素、例えばテキストとイメージというのはお互いにそれぞれ一緒にはなれないので、そうすると別のバッチに、つまりスクリーンのパフォーマンスとそれからこのバッチ数というのの間のトレードオフ関係というのが分かります。つまりレンダリングのバッチの数とそれからプロセスレイアウトという方のそのレートとその間のバランスということにやはりなりました。あまり時間が残っていないんですけれども、あと一つだけ、ホバリングということでご覧の通りバッチカウントが今9になっているんですけれども、これで11になります。つまり要素がアニメーションされるとこうなるということです。なぜかというと、よくあることですけれども、アーティストはこのスペースでアニメーションさせたい、その結果同一プレーン上ではないのでバッチが破られるということです。つまり性的なものから今度はアニメーションされるということになると、そこでまず一つルールが破られると。で、その一つのやり方としては、同じキャンバスに載せると。バッチカウントは別々にする、それがやりたいという場合にはもちろん別のキャンバスということでバッチが増えることになるわけですが、バッチカウントは増えますが、アニメーティングによってキャンバスの残りのところに関してはそのリビルトはしなくても良くなります。なので、一番、こういった、プロファイラーをぜひ使ってくださいということです。で、ソースコードも勉強してください。そうすれば UI システムというのがどんなふうに、UI を提供しているのか、つまりゲームの UI はこのように出来上がっていてこのように機能しているというのが分かると思います。私のお話は以上です。ただ2つだけ指摘しておきたいことがあります。私の今日のお話というのは、全体の UI 最適化情報のほんの一部だけだということです。他にもたくさんの情報があります。先ほど10時間ぐらい全部話すとそのぐらいかかりますというふうに言ったんですけれども、これは決して冗談ではありません。もしそれをやったら私も含めてみんなぐったりしてしまうというぐらいたくさんあります。このビットバケット、これをダウンロードしていろいろ見てください。それから UI ベストプラクティスガイドというのがあります。今朝の話も聞いてくださった方、今いますか、いないかもしれませんが、ベストプラクティスの話が出ていたと思うんですけれども、ベストプラクティスガイドはビギナーレベルでテキストとは何とかいうところではなくて、もっと具体的な情報ということで、例えばフィジクスのベストガイドもありますし、それから UI オプティマイズのガイドもあります。リビドプロセス、それからサブキャンバスを使うとか、それからスクローラーリストであるとか、それ全部ここに入っていますし、それ以外のものもたくさん入っていますので、ぜひ皆さんに宿題ということで読んでいただければと思います。ということで本当にこれで私の話は終わりです。どうもありがとうございました。